こんにちは、ロクメガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤナです。今回はロックマン X ライブのレビューを行う。ついにこの時が来たのか。これまでプレイはしてきたけど、レビューは全くしてこなかったわね。日本版が出たわけだしな。いい機会なのでやることにした。ちなみにここ最近は日本版に力を入れている。日本版結局やっているのか？よくよく考えてみたら今回最初で最後のチャンスがやってきたと思ったんでな。何かチャンスがあったのかしら？ああ、リセ村で好きなキャラを手に入れるというチャンスがな。なので今回の機会を生かして、どうしても欲しかったキャラをゲットすることにした。手に入ったのか？ああ、手に入った。今までの台湾版はどうしたの？アンドロイドに同じ名前のゲームは入れられないようなので、パソコンでもスマホゲーをプレイできるソフトを利用して、PC 経由でプレイできるようにした。台湾版は季節限定キャラが3人もいるわけだし、大事に取っておくことにするさ。というわけでそろそろ本題に入るとしよう。ロックマン X ダイブは2020年3月末頃に、アジア地域先行で配信されたスマホゲーム。情報が最初に出た頃はグローバル配信予定になっていたと思うが、いつの間にかアジア地域から少しずつ拡大ということになり、日本版はつい先日10月末に配信が開始された。半年遅れはなかなか長かったわね。この半年間、プレイしたいという視聴者の皆さんの声を見るのが辛かったぜ。ようやっと配信されて、そういう声を耳にすることもなくなっただろうから、とりあえずホッとしてるよ。本作の情報が出た時、スマホゲーで 2D アクションができるのかと、割と本気で心配になったプレイヤーは多いかもしれない。意外としっかり作り込まれているよね。コントローラーがなければ、タップ操作でもプレイは可能だし、コントローラーで快適にプレイすることももちろん可能だ。タップ操作は結構難しいイメージあるんじゃないかしら？オイラもタップ操作はあんまりやってないね。まあやっぱりこういうゲームはコントローラーでプレイしたくなるのが人情ではあるな。だがタップ操作によるボタン配置はしっかり考えられており、極めればそれなりに動かすことができる。また、タップ操作でもロックマン X 特有の爽快感を味わえるように、原作からは大きくアレンジされている部分もある。二つの武器を切り替え要素に加え、それぞれにボスチップやダイブトリガー、いわゆるギガクラッシュを当てはめたり、これまでのロックマン X とは一味違う、新機軸とも言うべき操作性を打ち出している。単純に昔の操作性をそのまま持ってきただけではなく、アクション面でも新しい境地を見せてくれたことは称賛に値すると言える。カプコン台湾さん、なかなかいい仕事をしてくれたのね。タップ操作でもうまく動かせるようになれば、公式が目指す、いつでもどこでもロックマン X のプレイが可能になる。コントローラーだけでプレイしようとするのは、プレイ機会の損失につながるので、できればタップ操作にも挑戦すると楽しめると思うな。本作は本編では決してできない様々なことを実現させたゲームだ。本編では決してプレイアブルとして操作することができないキャラが多数登場しており、持ってさえいればという前提になるが、多種多様なキャラを操作することができる。本当にいろんなキャラがいるよね。戦闘すること自体考えられないようなキャラも参戦しているわよね。他のシリーズのキャラとか、ヒロインとか、RPG のコマミソのキャラとか、バリエーションあるよね。公式曰く、本作は本編とは違った遊びを楽しめる F の世界。おそらくはロックマンクロスオーバーでできなかったことを、いろいろ実現させたのだろう。ロックマンクロスオーバー。あまりいい話は聞かないわね。実際評判は良いとは言えないからな。多数のシリーズからロックマンが集まるお祭り作品。本作はそれを、ロックマン X のアクションを軸に制作されたと言えるだろう。ロックマン X 軸のお祭り作品と言えるかもな。何より素晴らしいのは、キャラクターの原作再現。主人公の X が身にまとうアーマーはいくつか実装されているが、フルアーマー X、セカンドアーマー X、サードアーマー X の3体は、原作再現どころか、それ以上に強化されている側面があり、原作ファンを大いに喜ばせたと言っても過言ではない。主人公が強いってのはやっぱり嬉しいものだよね。ちなみにその3つのアーマー形態の X はどう変化しているのかしら？フルアーマー X はスパイラルクラッシュバスターが多段ヒットになったため、瞬間火力が原作より大幅に増強している。セカンドアーマー X はダメージを受ける以外に、時間経過でギガクラッシュゲージが溜まるようになり、使う機会が増えた。サードアーマー X は原作では使いづらかったクロスチャージショットの攻撃力が大幅に増強。さらに拡散するチャージショットは敵を追尾するというアレンジが加わり、非常に強力なチャージショットになった。加えてサードアーマー X の登場モーションは、プレステ、セガサターン版のオープニングアニメから元ネタを持ってくるという徹底ぶり。他にも原作が存在するキャラは大体何かしら元ネタを忠実に再現したり、原作以上の強化が施されている場合が多く、その多くが妖怪編となっていて、原作を知るプレイヤーならにやりとできる。カプコン台湾さん本当にロックマン好きなのね。そのことはロックマンユニティの記事でも書かれているな。ロックマン好きの開発スタッフが、ロックマンの良さを知ってもらうためのゲームを開発する。その結果恐ろしいほどの原作再現度の高い作品になったのだろう。こういう原作再現が徹底されている作品というのは正直あまり見かけないので、この部分は素直に賞賛を送りたい。ちなみにお祭り作品だからなのか、本作のシナリオは本編のナンバリングやロックマンの歴史とは一切繋がっておらず、本作独自のものとなっている。
そのためかシナリオはノリを重視しており、細かいことは気にしてはいけないと言える。おそらく制作側も大真面目に本作のシナリオの細かい設定は考えていないと思うな。それは褒めているのかけなしているのか？けなしているつもりはないぞ。ただ、ロックマン X のナンバリングシリーズ自体が、シリーズ途中から回収されることのない伏線をばらまくだけばらまいて打ち切りになったシリーズだ。これ以上ややこしい設定を付け加えて本編とつながりを持たせるよりは、幾分かマシではないかと思うぞ。まあ確かに、公式が聞いたら耳が痛そうだわ。事実を簡潔に言うとそういうことになってしまうわけだから仕方がない。っていうか公式もそれを理解しているから F の設定を設けたんだろうさ。続いて本作において重要な戦闘力という数字について、この数字は対戦以外の全てのモードに適用される数字で、プレイヤーはこの数字を基準に、難易度の高い、低いを判断することになる。ストーリーステージ、協力ステージ、ボスチャレンジ、ヤコブ、確かにどのステージにも推奨戦闘力って数字があるよね。レベルとともに、本作の RPG 要素を端的に表現した数字だな。本作はストーリーステージのクリアなどで経験値が溜まり、プレイヤーそのもののレベルが上がっていく。このプレイヤーレベルはゲーム内要素の解放に必要な数字であり、ステージ攻略の難易度には直接影響を与えない。ステージ攻略の難易度に直結するのは、あくまでこの戦闘力ということになる。この数字を効率よく上げていくことで、本作は楽にクリアできるわけだな。結構細かい、いろいろな要素で数字は上がっていくよね。レベルアップで上がる数字ではないのね。戦闘力を上げる方法を述べよう。まずはレベル、ストーリーステージの攻略や、スキップダイブで経験値を貯めることでレベルが上がっていき、同時に戦闘力の数字も徐々に上がっていく。基本的な数字だよね。腕に自信がある人は、推奨戦闘力2倍くらい差がついている段階で挑んで、ガンガンクリアしてレベルを上げるということもできる。それは2弱くらいしかやらなそうだけどね。ガーン。マジか。6メガくん、大げさ。次に武器のレベル。武器レベルはプレイヤーのレベルと同じ数字まで上げることができ、その数字を上げるためには必要な消費アイテムを消費する必要がある。次に武器のチューンナップ。6つの項目別に分かれた数字に、熟練度と呼ばれる数字を割り振って強化する。熟練度は使った回数に応じて上がり、熟練度カードは何らかの報酬でもらうなり課金で買うなりして得られる。次にダイブトリガーの強化。ダイブトリガーと呼ばれる、いわば必殺技を、消費アイテムであるダイブトリガー強化素材を消費してレベルを上げる。次にアーマーレベル。このゲームには6つのアーマーと呼ばれるものがあり、装備した状態でアーマー強化素材とお金を消費することで、そのレベルを、プレイヤーレベルと同じ数字まで引き上げる。アーマーは10レベル上がるごとに新しいものを調達、装備できるようになり、そこからさらにアーマーレベルを上げていく。新しいものにアーマーを変更していくんなら、上げた数字は無駄になるんじゃない？いや、アーマーの強化によって得た数字は次のアーマーにも引き継がれる。レベルが上がるごとに乗り換えていくシステムではあるが、強化要素は無駄にはならないのさ。なるほど。ちなみにこのアーマーは、協力ステージでゲットするか、消費アイテムを使って自分で開発するかで得られる。自分で開発した方が強力なアーマーになることが多いため、開発するための消費アイテムに余裕があれば、無理に協力ステージをプレイする必要はない。協力ステージで得られるアイテムってそのアーマーなのかしら？今まではアーマーだったが、最近は強化カードという要素が追加された。さっきも言ったがアーマーは協力プレイで得られるものはそれほど数字が上がらないので、基本的に開発した方がいい。運が良ければ劇的な戦闘力上昇が見込めるだろう。開発したアーマーがどれくらい戦闘力に貢献するかは、基本運なんだよね。ランダムで上昇数字が決まるからな。変に面倒なシステムね。ちなみに最近になって協力ステージの報酬には、週に1回ショップで強化カードを買えるコインと、1回限りだが強化物資ストックという報酬が追加されたので、これらのために定期的にクリア済みの協力ステージに挑む価値が生まれた。カードは今後追加されていくだろうと思うので、定期的にコインを集めておくと良いかもしれない。次にイベントページ。このページでは常設されているイベントに、ダイブトリガー強化素材、お金、アーマー強化素材、経験値、の4つを直接ゲットできるイベントがある。ここまで語った強化要素を進める上でも重要なので、これも解禁されたら毎日こなした方がいい。一回クリアすればスキップで結果だけ得られるので、やった方が良いだろう。経験値のブーストかかるのは大きいよね。コンテンツの解放にも関わってくる重要な数字だからな。続いて本作のモードについていくつか語ろう。まずプレイヤーが最初にプレイすることになるストーリーモードについて、ストーリーはロックマン X を遊んでいたプレイヤーが、突然どこからともなく現れたリコに導かれ、ゲームのデータが詰まっているディープログのバグを取り除き修正するというもの。ぶっちゃけノリと勢いだけのシナリオなので、シナリオ自体はなんとなく察する程度に考えた方がいいかもしれない。公式サイトで紹介されているシナリオも、なんかよくわかんないもんね。何が書いてあったのよ？そのまま引用するとだ、様々なゲームデータが保存されている電脳世界ディープログ。
原因不明のバグにより、電脳世界 B プログに保存されている、ロックマン X のゲームデータがめちゃくちゃになってしまった。プレイヤーは、突如現れたナビゲーターリコに導かれ、D プログの世界に飛び込むことに、D プログで再現できるハンタープログラムの X や0などの、おなじみのハンターを操作し、イレギュラーデータを倒してゲームデータを修復せよ。よくわからないだろ。電脳世界での出来事ということ以外よくわからないわね。そう、D プログがどこのサーバーに存在しているのか、そもそも何のために、どこに存在しているのか、そこにバグが発生するとどこにどんな被害が出るのか、それ以外にも真面目に考えたら、突っ込みたくなる要素が山のように存在する。シナリオの温度をとっているリコと青ゼロも、ノリが軽くてどこまで真面目にやっているのか正直わからない。なので現時点では、ストーリーはアクションのおまけ程度に考えた方がいいだろう。現時点では?今後シリアスで本気で先が見たくなるようなシナリオ構成にチェンジする可能性もある。シナリオ単体でも楽しめるレベルになる可能性にも期待したいということさ。このモードで個人的に最も評価したいのは、これまでドット絵でしか登場したことのなかったボスたちが、3D グラフィックで見ることができるという点だな。わずかではあるが会話もしてくれるので、原作ではわからなかった人となりが少しだけ理解できるのもポイントが高い。オストリーグとか、マンダレイラとかめちゃくちゃかっこいいよね。イメージ通りのやつもいれば、漫画版の性格を彷彿とさせるような言動をするやつ、果ては本来喋ることなど考えられないようなボスまで喋る。本作のストーリーにおいて、ボス戦での会話は毎回楽しみな要素になっている。ストーリーは一度クリアしてしまえば見返すことができないため、彼らとの会話が一度しか見れないというのがなかなかの難点と言える。そこは本当にもったいないところだよね。そのボスたちは原作を尊重しつつも、独自のアレンジが加わっているものがいて、思ったよりも歯ごたえや新鮮味がある。このゲームは多種多様なキャラクターたちが登場することが売りの一つではあるが、きちんとセリフが用意されているという意味では、原作キャラたちよりも優遇されていると言える。原作のキャラ全然シナリオに絡んでこないもんね。味方側よりボス側が優遇されるなんてことがあるのね。次に期間限定のイベントステージについて語ろう。先ほど消耗品を集めるための常設イベントについて説明したが、期間限定イベントが実施されることがある。今まで見てきたイベントは大きく分けて3種類。一つはクリアした時のスコアの合計を競うもの。もう一つはスコアに応じてもらえるイベントチケットを消耗して、ボックスガチャと呼ばれるガチャを回すもの。その二つは何か違いがあるのかしら?大きな変化はそう多くはない。報酬の入手の仕方がちょっと変わるだけだ。どちらも新しいガチャ、イコールキャラと武器が実装され、それらを使うとスコアにボーナスがかかり、より多くの報酬をもらうことができる。この二つのイベントは毎回シチュエーションが違い、季節にちなんだものや、新キャラにちなんだものが出てくる。この動画を作っている時に行われている、ハロウィンイベントは季節ものだ。本当に毎回いろんなシチュエーションで遊べるから、結構面白いんだよね。三つ目がボスラッシュイベント。3体のボスを素早く倒してゴールを目指すというシンプルなものだ。当然ボスは時期によって毎回変化するので、開催されるたびに攻略の仕方は異なる。これらイベントはただ遊ぶためのものではなく、消耗品を入手するために行うものと思っていい。何かにつけていろいろ消耗するもんね、このゲーム。そういえば武器の強化だけでも2つ消耗品を使うのよね。レベルアップとチューンアップ。いや、このゲームは武器、キャラにランクが存在して、ランクアップのためには対応した断片を一定数消費する必要がある。ランクが上がればスキルを解放するために別の素材を、スキルレベルアップのためにはスキルカードを、という具合に、キャラ一人、武器一つ完璧に育て上げるだけでも、いろいろなものを消費する。断片をショップで買うためには武器、キャラのパッチと呼ばれるさらなる消耗品が必要となる。チリも積もればなんとやら、キャラや武器の強化を行うためにこういった消耗品を集め、自分のデータを強くしていくわけだな。育てたキャラや武器は何で使うのかしら?何に使ってもいいさ。協力プレイ、ストーリー、チャレンジ、ヤコブ、タイムアタック、対戦、どの方向に使うのもプレイヤーの自由。まあキャラや武器を育てる仮想敵といえばやはり対戦になるだろうな。ただ、消耗品を集めることに着目してしまうと、本作のゲームとしての面白さを楽しめなくなる可能性があるので、プレイの腕を磨いていくっていうのが一番楽しめるかもしれないな。報酬の中にはイベント用に作られた特別なアイテムもある。マリノのハイパーモードやエイリアの水着といったスキンもそうだし、今回のイベント用に作られた、ダークピーマンのカードもその一つだ。そういえばそのカードは見て欲しがってるみたいだけど、なんか強い効果があるのか? 30% の確率で行動不能を阻止する。育てればパーセンテージは上がるらしく、プロミネンスやパレットが3倍になってしまう可能性が浮上している。どういうことかしら?パレットのスキルはダメージを与えられない代わりに相手を行動不能にする効果があり、プロミネンスはそれに加えて攻撃力がついている。それらに対策ができるこのカードは、その2つを使う理由をなくしてしまう可能性があるんだ。スマホゲーってなんか遊戯王みたいな環境ゲーなのか。
徐々にインフレしていくのがスマホゲーと言われているし、仮にそうなってしまったら、これも定めなのだろう。せちがらい話だわ。最後にチャレンジモード。このモードでは本作に登場するボスと戦うボスバトルモード、1回から順次次のステージに挑んでいくヤコブタワー、定期的に入れ替わるステージでタイムアタックを行う3つのチャレンジが行える。ボスチャレンジは一度クリアすると以降はスキップできるので、スキップで報酬や経験値を集めるのに向いている。ヤコブタワーは様々なシチュエーションで雑魚戦を行ったり、異常に硬くなったボスと2対1でバトルすることになったり、本編とは一味違った戦いが楽しめる。難易度が徐々に上昇していくためか、エレメタルやら断片やらかなり豪華な商品が用意されている。その代わり報酬をもらえるのは一度だけになっている。タイムアタックはボス戦がなく、 1,2 分程度の短いステージでタイムを競うもの。ここで得られる消費アイテムはサブアームを利用するために必要となる。サブアーム？使用していない武器を追加して戦闘力を上乗せするシステムだ。持っている武器が無駄にならないという意味ではやっておいて損はないシステムかもしれない。タイムアタックだけ動画にしたことないわね。俺はタイムアタック系はそんなに得意じゃないから、面白みのある動画にできないと判断して作らなかったんだよ。それぞれ個人による好き嫌いはあると思うが、俺個人としてはボスチャレンジが一番好きだな。やっぱアニジャはボスと戦うのが好きなんだね。さすが X チャレンジ覇者の一人ね。褒めるな褒めるな照れるだろう。これら3つはアップデートの度にいろいろ追加されていくので、アップデの度に追加された要素を確認してもいいかもしれない。どれか1つでも気に入ったら続けていけると思うので、解放されたら一通りまずは遊んでみると良いかもしれないな。さて、次は問題点について語ろう。本作特有の戦闘力という数字だが、本作のアクション要素と噛み合わせが悪い部分がある。ん？そうなのか？どのモードでそう感じたんだ？どのモードっていうか、どのモードでも感じたな。本作はプレイヤーの戦闘力を基準に、難易度の高い低いを判断するわけだが、現在の戦闘力と推奨戦闘力に大きなズレがあると、それだけで本作の攻略は面白くも、簡単にも、難しくもなる。ステージ攻略に必要な推奨戦闘力は基本固定であるため、この数字を大きく上回った状態であれば初見であろうとなかろうと簡単すぎてしまうし、さりとて推奨戦闘力が高すぎれば、プレイヤースキルでカバーすることになる。俺みたいにバカみたいに高い戦闘力に挑むという挑戦者ならそれも楽しめるが、適正難易度でゲームを攻略したいというプレイヤーが、すんなり楽しむのは少々難しい。この仕様のおかげで、一度クリアしたステージをもう一度プレイする、という楽しみには少々欠ける。これは推奨戦闘力の概念が関わる全ての要素に言えてしまう。せめて推奨戦闘力が高ければ高いほど報酬が増えるとか、そういうシステムが採用されていれば、高い戦闘力に挑む意義も生まれたのではないかと思うんだよな。さっき言ったボスチャレンジも、こちらが強くなりすぎれば作業的にスキップダイブして、素材を獲得するぐらいしかやることがなくなってしまう。簡単すぎてつまらなくなってしまうのね。加えて本作はハードだろうとノーマルだろうと基本的に敵配置はほぼ同じなので、ダメージ数字の違いでしかゲームの難易度が変わらない。ヤコブや協力ステージはチャレンジモードという、戦闘力に関わらず難易度を一定に保つモードが追加されたので、このゲームの PVE 全てに導入してほしい要素かもしれない。積極的にスマホ操作するプレイヤーなら、簡単なステージでも、やや難しい操作性で、一度クリアしたステージでも楽しめる可能性はある。しかしコントローラーでプレイする分には退屈になってしまうんだ。なるほど。ステージ構成もその問題に拍車をかけている。本作はロックマン X8 のように、途中で一定数敵を倒さなければ先に進めないという仕様が存在するのだが、敵が出てくる感覚がかなり大きく、ちまちま湧いて出てくる雑魚処理を淡々とこなさなければならない。間にロードでも挟んでいるのかしら？おそらくそうなんだろうと思う。次に原作再現の問題。さっきも言ったように非常に優れた原作再現度や、原作より強化されたキャラがいる一方で、それ以上に強く設定された非戦闘員というキャラが何名かいる。あ、この間言ってたね。イレギュラーハンターより強い非戦闘員。ね。そういうことだ。トロンあたりはグスタフというメカに乗ることもあるので、その強さに説得力を持たせることができているのだが、原作では破壊されたアーニ、カーネルのコアらしきものを取り込んで暴走した状態で戦闘を行うアイリスが、素の状態でやたら強めに設定されていたりする。他にも夏イベント限定キャラである、水着を着ただけのロールちゃんとか、強さに全く説得力を持たせることができていないキャラが強めに設定されていたりする。しかもそういうキャラは原作には存在しないオリジナルの技が設定されていたりして、公式なのに同人や二次創作じみたことをしているとして、否定的な意見も少なからず見られる。アニジェはどう思ったんだ？正直性能面は抑えてもよかったんじゃないかと思うな。また、原作ではエネルギー問題解決と和平のために開発したシステマシエルを、戦いのために使うシエルという構図は原作とは全く逆のことをしているとして、否定的な意見も見受けられる。そもそもレプリロイドですらない。公式曰く、本物のシエルじゃないから OK。
とのことだが、これでは原作から都合のいいネタを持ってきているだけで、原作をリスペクトしているとは言えない。ハンタープログラムの設定自体、細かい設定があるのかさえわからない曖昧で都合のいい存在だが、シエルの存在はある意味、その曖昧さを存分に発揮して生まれたキャラと言えるだろう。実際これを原作に対する侮辱と判断し、引退したプレイヤーを生み出してしまったりもする。でもそれ公式から見ればガチ勢のわがままに見えるんじゃないかしら？そこは判断が難しいところだ。原作が存在するゲームである以上、そのゲームで培われたイメージというものは、ファンにとってとても大事なものとなる。公式にはそのあたりの線引きを間違えないでほしいところだ。また、原作再現度の高さは特筆に値する部分が非常に多いのだが、主人公キャラの一人、ロックマンゼロは、本作のゲームシステムと噛み合わない技がスキルとして選出されており、他の主人公キャラと比較して扱いが難しくなっている。ロクゼロはスキルだねー。スキルに何か問題が？ロクゼロのゼロのスキルはシールドブーメランとゼロナックル。確かにどちらもロックマンゼロシリーズでしか使うことのできない技だが、シールドブーメランはその名に反してダメージ軽減しかできず、スキルを強化しても完全に防げない。このためただ単に使いづらいだけの飛び道具になってしまっている。シールドとは一体、うごごごご。またゼロナックルは原作では敵の武器を奪うシージングが特徴だったのだが、当然そんな要素は再現できず、当てるためには至近距離まで接近しなければならないので、スキル発動時に接触ダメージを防ぐパッシブスキルを解放しないと、PVP でも PVE でも使いづらいものとなってしまっている。このため60は、原作以上のピーキーな性能になってしまっていると言える。せめてどっちかをチャージセーバーにすればよかったのにね。こっちの方が攻撃範囲広そうね。むしろゼロの代名詞と言える技がスキルに搭載されていないことに、疑問を抱いたプレイヤーは多いのではないかと思う。登場シーンでは格好よくセーバーを構えているにもかかわらず、ゲーム内で振るうことができないわけだから、60ファンは泣いていい。マッシモさんも他二人のゼロも、スキルでセーバー使ってるのにね。ほんとなんで60だけこんな性能になってしまったんだろうな。さてここまで PVE、つまり一人用で遊んだ場合についてのレビューを行ってきたが、今回は一旦ここで休憩を挟ませてもらおう。今回はここまでなのね。レビュー動画シリーズ、初の前後編。あまりにも長くなってしまったのでな。次回は PVP 編のレビューを行うつもりなので、少々お待ちいただければと思います。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。